していってね。この動画は、読んだ漫画の感想、レビューをする動画となります。なるべく辛辣にならないようにはしているつもりですが、好きな作品を酷評してしまったら、本当に申し訳ない。あくまで、おまんじゅうはこう思うという独断と偏見なのぜ。それではレビューを始めます。デミルカ様はゴリ強悪役霊嬢メンタル最強お嬢様は王子からの婚約破棄をぶっ潰します。この漫画が面白いか面白くないかと言われれば人による、漫画としては得意で工夫されている部分がベネ、おまんじゅうとしては工夫されているからといって工夫は必ずしも面白さとは直結しないんだなという感じの漫画。おまんじゅう的には、大変後味の悪い感じになっててよかったのぜ。内容はテンプレ悪役霊嬢ものよろしく主人公の悪役霊嬢の婚約者の王子が、真実の愛に目覚めて平民の娘と結婚したいから、婚約破棄してくれ、頼むよー、と懇願されたが、主人公は次期王女になって政治改革をしたいという感じの野心あふれる政治家だったため、あらゆる手を駆使して、純朴な王子の婚約者の平民の女性を潰す？とかまあそんな感じの、政治家になってあたいがこの国を選択するんだから、お前、犠牲になって私の婚約者になれや、という感じのジャイアニズム漫画。主人公は封建制度の国に生まれたヒラリーって感じの設定であり、自分が大統領になるためには、どうしても王子と婚約破棄されては困る。だから王子の個人的幸せは何が何でも犠牲にするねって感じの凄まじい漫画であり、発想が面白いし、封建制度の悪い部分を上手に描ききっている部分もベネ。そういう意味では主人公はガチの悪役霊嬢なので、設定がベネなので、何が後味が悪いかって、主人公と婚約している次期大統領、封建制度だと次期王がとにかく気弱で人柄が良くて、主人公に一方的に搾取されるだけの存在みたいな設定であり、だからといって、主人公のガチの悪役霊嬢の主人公に政権を委譲して、自分は平民になって平民の娘と結婚するとかまあ、そういうことは一切考えない感じのいわゆるテンプレ既得権であり、ただ単に悪役霊嬢と婚約破棄して、今まで通りうまい汁を吸いたいとかまあ、そんな感じのテンプレ既得権。自分が既得権だったら、養分である平民の味方なんかするの？このうざったい貴族は？しかも婚約破棄しねえし、こちらの権力をぐいぐい奪おうとするし、せっかくシステムが正常に機能してるのに、こいつ本当に目の上のタンコブだわって感じなのぜ。で、この漫画の後味悪くてベネな部分は、主人公の一族以外は、平民は貴族の養分っていう感じのテンプレな封建制度な社会の既得権であり、平民としてはたまったもんじゃない、封建制度が最も輝いている世界観。なので、平民目線で世界を俯瞰する読者としては既得権の貴族許さん。みたいな感じで、ある程度主人公の立場を理解させつつ、でも、気弱で、やっとこさ真実の愛を見つけた無能のボンクラ王子の恋も叶えてやりてぇなぁ、俺もなぁみたいな感じの後味の悪い設定にしている部分がベネ。改革派の主人公一族と、既得権を守りたいって王族一派との政治闘争が漫画のメインシナリオなのぜ。この漫画を読んでてふと思ったんだけど、天井のない牢獄で民族浄化？の危機みたいな状態にあるなんちゃら人がいて、で、そいつらの一部が、食料の略奪をしてるとかってニュースを見ると、同族同士で奪い合いしてる暇なんかないだろ？団結して闘争しないとガチで済むんじゃないの？とかって思うけど、割と、民族全体がどうとか？よりも人間って個人が生き残るかどうかが大事なんだなって思ったのぜ。なるべくしてなったというか、自分のことしか考えない奴らが大勢いて、権力を私的利用する無能か過激派しかリーダーになれない無能な人材しかいなかったらそりゃ、なるべくして今の状況に追い込まれるわなって思いました。全部フィクションだし、前に読んだフィクションの漫画の話をしているので、強大な敵の前に民族が一致団結しないとって場面で、民族内で足の引っ張り合い、奪い合いをしているっていうね。まあ、人間ってそんなもんだよねってふと思い出したのぜ。何が言いたいのかというと、たとえこの漫画でガチの悪役霊嬢が革命に成功しても、社会の半分とかは既得権だから、必ず揺り戻しが起こるし、悪役霊嬢の子孫に無能が生まれて、既得権にズブズブにまみれた国家に巻き戻るだけなんだよね。これは多数の人間の本質、本能は、権力を私的利用するようにできているからなのぜ。キングダムの時代にゴチっていうガチでチートな未来人みたいな奴がいて、ガンガン改革していって法治国家を作るんだけど、結局法治国家にされるとうまい汁吸えない、許せん。っていう、元、既得権によってゴキは潰されるっていうね。そんな感じなんで、既得権の平民にとって良い社会ってのは、例えばこの漫画だと、主人公が改革を成功させた後の10年とか20年程度で、あとは、
元既得権が右往左したり、悪役令嬢の子孫のアンポンタンが権力を私的利用し始めて大体元に戻ると思うよ。歴史が証明しているのぜ。そんな感じの凄まじく後味の悪い作品になっており、モルトベイね。ちなみに封建制度だと既得権の秩序のために女は次期大統領になれないから、次期王と婚約する以外に政治に参加できないのぜ。なろうと思えばなれるちゃあなれるんだけど、例えば私初代女王になりますって宣言した奴がいて、そうしたら過去に女王になりたかったけど、封建制度のルールとして女王だからてっぺんにはなれませんでしたって新さん舐められた貴族たちが、てめえ何勝手にルール変えてんだよ、こっちは過去に新さん舐めさせられたんだぞ、帝国を二分するような案件が発生するから例外を認められないのぜ。だから主人公のヒラリーは絶対に何が何でも婚約破棄されたくないし、次の総理大臣になるために徹底的に婚約者の邪魔をするって感じのガチで悪役令嬢しててべね。で、主人公は総理大臣になったら平民の QOL を改善したいっていう善人だから、ここも主人公を嫌いに離れないっていう微妙なラインをついていて、読んでて何とも言えないもどかしい気持ちになる作品で、後味の悪さがモルトベイね。悪役令嬢が恐怖の覇王と政略結婚するバチは甘すぎませんか。昔のナロー系の悪役令嬢ものってこんな感じだったよね、という感じの読みやすい電車内の暇つぶしに最適な漫画。内容はパティシエになりたかったがならないで、なんやかんやあって食品の栄養職になった女が主人公。こいつが乙女芸の悪役令嬢に転生してさらっと断罪エンドを始めて、顔が怖いけど神的にいい人だからって感じの隣国の王と結婚して末永く爆発する感じのラノベ漫画。工夫されたナロー系だと主人公がパティシエだったり何らかの能力を持っていて、その能力を中心にシナリオが進むのだが、この漫画はそこまでのことはしないし、ちょろっとエナジーバーの話が出てくるだけ。断罪に至る過程ももう古き良きナロー系って感じだし、いつの間にか断罪して家族を無実の罪で牢獄行きさせたやつだったり、主人公を断罪まで追い込んだやつと仲良くなるとかなシナリオしてて、秘書 MUR 先輩が作ったような雑なやつしててべね。うちらおまんじゅうは悪役令嬢ものや追放もののナロー系にゾマー成分を求めてるからなのぜ。でも何でもかんでもゾマーする必要はないし、この漫画みたいな雑な感じの作品こそナロー系作品だと思うのぜ。2巻で作といい感じに一段落する感じなので、それ以降はいいんじゃないかなって感じの古き良き作品。悪役令嬢は王子の本性溺愛を知らない、ヤンデレの王子に溺愛されて眠れない CD。 内容はまんまそんな感じで、友人がガチハマりしていた乙女芸の悪役令嬢に転生した、あんまりストーリーを覚えていない前世の記憶持ちの悪役令嬢に転生した女が主人公。こいつの婚約者の王子が将来なんやかんやあってテンプレ通りに主人公を断罪するって感じの、家族からネグレクトされて育ったこじらせで、主人公は保身とお母さん気質の性格から、この婚約者にお母さんしてたら抱かれてしまいヤンデレにクラスチェンジ。ここからひたすら主人公に依存するヤンデレとの恋愛をたしなむ感じの漫画。顔がいいヤンデレのお金持ちに執着されたいってヘッツなら面白いと思うんじゃないかな。幸せ食堂の異世界ご飯、料理好きな前世の記憶持ちの主人公がメインヒロイン。こいつは小国の王女であり、なんやかんやあって他国の大国の王妃候補としてその国に行ったが、大国の王のメインヒーローは婚約に乗り気じゃないとかそんな感じで、そこからなんやかんやあってその国の食堂で料理人を始めて、現代料理無双をしつつその国の王の好感度を上げていくという感じのシナリオ。異世界転生ものとして隣国の王子との恋愛要素も入ってくるが、メインシナリオは食堂経営漫画であり、スパイスカレーとかハンバーグとか現代ジパングの定番レシピを使って食堂で無双するって部分の要素が強い、料理漫画好きにチューニングされている作品。私は青函国家の英雄騎士、俺は青函国家の悪徳領主のスピンオフ漫画。内容はそのメイン小説の世界の主人公が作った軍隊がどういうことをしていますかというのを、ピーキーなロボットの操縦が得意なメインヒロインの主人公が海賊狩りをするというシナリオ。衣装デザインがセクシー SF って感じでべね。内容の薄さが元の漫画のガチファン向けって感じであり、元の漫画のガチファン以外は見なくてもいいんじゃないかなって感じの薄味のカルピス。俺は青函国家の悪徳領主もとりわけ乙女芸世界はモブに厳しい世界です、なんかは神的に面白いのぜ。高級の雑用姫、古き良き時代ぽい感じの熱血バディコミック。内容は田舎で育ったなんでもできるクソ強の女がメインヒロイン。こいつは大麻師としての能力が高いということから、目かけ候補として高級に入って問題解決担当を始めるという高級物語。他の高級物と違う部分は、テンプレの高級物はメインヒロインと皇帝が恋に落ちてみたいな展開が発生するのだが、この漫画の場合は曲がったことが大嫌いな脳筋な少年漫画の主人公みたいなやつがメインヒロインの相棒として参戦し、
恋愛要素などほとんどなく、妖怪退治をメインに据えている部分が昔のガンガンとかの少年漫画チックでべね。絵柄とかは、洗練されたランマ2分の1っぽい作画に作風だし、メインヒーローは響き陽気場みたいなタイプの脳筋してて、久々に、昔の漫画の竹を割ったような、単純で不正や不誠実ゆるさんマンを見た感じでもルトベーね。メインヒーローがガチでいいキャラで出しているというか、すごくいいのぜ。漫画として読みやすいし、妖怪退治がメインシナリオであり、主人公がイケメソと恋愛するとか恋するって要素が薄くてもルトベーネだし、なんというか、主人公は愛だの恋だのにうつつを抜かさない精神的に大人だから行動が安定してるので、読者も安心して見てられるのぜ。